皆さんは虚構女児を知っているだろうか。最低最悪の誤字してるけど。あ、間違えた、ごめんごめん。そこじゃねえよバカ。漢字わかんないからこれで。そこ諦めるな。話を戻しますが、姫子やヘルタなど、今まで裏庭などであまり注目されなかったキャラクターたちが大活躍するコンテンツです。ですがその反面、ここら辺のキャラクターがいないとクリアが難しいコンテンツになっています。花火の登場によって脚光を浴びたキャラがいます。そう、これがイリアじゃなくてクラーラです。やっちゃエスバローグになるじゃねえか。でどんくらい強くなったんだ。なんかもうクラーラのために存在するステージじゃねってレベルで強いです。それでは皆さんご覧ください。今回の虚構女児でマジで強いです。調子乗って異物掘ってたら育成リソースカツカツ、霊夢だよ。スタレはマジで計画的にやらないと育成沼る、マリサだぜ。今回は冒頭のよくわかんねえ挨拶の通り虚構女児をプレイしていくよ。永遠に敵倒してくコンテンツって動画映え悪そうだけど。敵柔らかいから案外爽快感あるよ。それでは今回のクソ雑育成キャラたちをご紹介。まずはリンリー以外は完璧な女、ルアンメイ。リンリー感でバランス取ってる説好き。こいつのモチーフ公演水心のノートにしろ。ルアンがいるかいないかでだいぶ難易度変わります。次に普賢、モチーフ引かなかったことをマジで後悔してるキャラナンバーワンです。このインチキ効果公演水ほんと好き。HP と EP 回復効率まではいいとしてなんでよだめバストウェーブごとに 80% 回復ついてんだよ。キャラが白米だとしたら他のキャラのモチーフは青おかず出されてるだけだけど、普賢は白米に焼肉出されてる感じ。ガチ最高で草。なので私は無課金の救い、ヘルタ公演水つけてます。効果名鎮蔵とか意味深すぎる。鎮って感じついたら全部卑猥に見えるバフ。鎮鎮蔵。次に姫子ですね。崩壊サードやってる側からすると弱いとか外れとか言われてたのガチで悔しかったから嬉しい。公演水は朝食で十分強いです。奇跡はクソ雑育成なのであげてません。本当にクソ雑育成だった。でもここの奇跡だけはマジで解放してね。率 15% はマジででかいから。率 50% でもこれと普賢で70くらいまで上がるもんな。異物厳選ある程度やるだけでいいからほんと助かる。次はヘルタだね。無料配布で入手も凸もある程度できるの偉いよな。公園水はガチャのやつ貫突だけど、朝食でもいいしヘルタのモチーフでもいいと思う。奇跡はサボりにサボってます。これで実況しようとかいうバケモンメンタル。育成が散らなくても虚構女児勝てることを伝えるための動画だから。建前は素晴らしいよ。異物は対抗が姫子分しか用意できなかったからなんかそこにあったし末にしたよ。クソ雑もここまで来ると慣れてくるな。オーナメントはグラモスだけど速度106しかないからよだめバフは発動してないよ。やっぱまだ慣れてなかったわごめん。次にクラーラ特に言うことなし。本日のメインの扱いじゃないだろこれ。次に花火速度調整とかよくわかんないから適当。解説動画見たけど私の頭弱すぎてこれ。猫ミームから省かれたやつ。は？猫が強すぎる。残りのメンツは低運羅刹です。とりあえず雑に入れれば強いやつ。早速やっていきましょう。人生ゴリゴリ削るのがマジで気持ちいいんすよねこれ。まあ長いんでヘルタのクルクルとノリノリ姫子以外カットするんですけど。逃がさないわ。クルクルしたところでクルール早速使っていきましょう。クルクルに侵されちゃってるよこの人。クルールってなんかスマブラのあれみたい。スマブラに出てるだけや。あ、そういえば低運は花火にダンス渡しちゃってるからよくわかんない公園水つけてます。本当にお前 A 型？敵柔らかいけどカウンター火力エグいよ。真ん中のやつには6万くらい出てたのエグいな。花火の行動順アップで必殺技もめっちゃ回るしいい感じ。バフがターン終了まで残るのが偉い。多分ってなんだお前。そういえばこのパーティー耐久枠をホホとかにすればみんな生足になります。挫折が悪みたいな言い方やめろ。夫が鬼は悪しかいない。はっきりわかんだね。見た目の話だったのに内面もディスられる。挫折に涙が止まらない。そういえば新キャラ発表されてましたね。みんな待ち望んでたロビンと。誰こいつ。CV は小西克幸でめちゃくちゃ合いそうだしキャラデザもクソいいし召使いに似てるけど、マジで誰お前なんだよな。ロビン来たから絶対ホタルやサムセツ当たってるだろって思ってたのに、誰お前なんだよな。
まあでもめちゃくちゃ面白いと思ったし、こいつは絶対引きたいって思っちゃった。こういう流れ断ち切ってくる感じほんとおもろいから好き。この説死ぬほどじらされてるのがしんどいけどね。前回もそれ宣伝してたよな。ピノコニーのストーリー終わっても宣伝し続けるよ。結果出てもなおやり続けるのゾンビかなんかだろ。ある程度話したし、クラーラ無双までちょっとカットしますか。ぶっちゃけここからがマジで強いです。その前は言うほど無双じゃないけど、ここからはマジです。語彙力なんとかして。はい、これがマジでクラーラ無双の理由で、この目玉が敵4体の行動順加速させて4連撃してくるんですけど、その分クラーラも4回カウンターできるので、総火力がえげつないことになってます。あと今回の祝福で、追加攻撃をすればするほど相手にダメージを与えるみたいなやつなんですが、さっき説明した通り追加攻撃の回数がえげつないので祝福の火力もヤバいっていうわけです。超絶クラーラ接待と言っても過言ではない感じか。アルジェンティ持ってない人は接待されてなくてもありかもしれない。さすがに祝福と噛み合い悪かったらしんどいかもだけど、スボームとかこいつとか複数系行動多めのボスならマジでカモにできる。攻撃回数多いから EP もすぐ溜まるなこれ。低運もいるし、大体範囲カウンター状態で戦えるね。なんかクラーラ、羅刹出た時も相性いいから評価上がってたよな。羅刹のフィールドが攻撃するたびに回復するからカウンターと相性めちゃくちゃ良かったね。なんか物理調和とかいう相性良さげなキャラも控えてるし。こいつが EP 回復関連だったらマジでヤバそう。結構メインキャラみたいな扱い受けてるし絶対壊れ。めんどいからカット。はい、雑育成で目標ポイントまで行けました。裏庭でも試したやつ垂れ流すので見ていってくれると嬉しいです。クラーラ育ててない人いたらマジでおすすめです。花火になっても結構強いので、まあ花火がめちゃくちゃ強いから引くのマジでおすすめ。限定調和はマジで逃したら後悔しそうだから毎回拾っとく。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくね。コメント超絶大歓迎なので。天使
気を授けん。リュウキ君大丈夫。一心同期助けてスワローグ。頑張って。隠れろ。